もとよりライブにおいては自然発生的創造的なパフォーマンスで知られ、クラシックジャズ、ブルー、グラス、フォーク、モーダウン、ンロック、ブルースなどのジャンルを切れ、目のない即興演奏で描き出す。その楽曲は業界の章でもたびたび評価されており、グラミー賞では1987年にブルースホーンズ b& ザレインジとして最優秀新人賞。 1990年に最優秀ブルーグラスレコーディング賞、そして1993年に最優秀ポップインストゥルメンタル賞を受賞している。ホーンズビーはまた、ソロでのアルバムやライブ活動、自身のライブバンドであるブルース・ホーンズビーザ・ノイズメーカーズ、リッキー・スキャッグスとのブルーグラスプロジェクト、ジャズトリオのザ・ブルース・ホーンズビートリオ、さらに、 スタジオミュージシャンとして多くのアーティストと共演している。かつてはグレートフルデッドとも共同作業を行った。ホーンズビーはあらゆるジャンルの音楽を聴いて育った。彼はリッチモンド大学、バークリー音楽大学とマイアミ大学で音楽を学び、1977年に卒業した。1974年の春、バージニア大学で学んでいた兄のボビーが、 ボビーハイ、テストザ・オクターン・キッズというバンドを結成し、弟であるブルースを、フェンダー・ローズ及びボーカル担当に据えた。このバンドは、主にグレート・フル・デッドのほかオールマン・ブラザーズ・バンド、ザ・バンドの曲を演奏していた。兄・ボビーとの共同作業は長く続かなかったが、ボビーの息子である RS、R.S. ホーンズ・ビー・ジュニアは、後にホーンズ・ビーのバンドで、 ゲストギタリストとなり、ツアーにも参加した。マイアミ大学を卒業後、ホーンズビーは、彼の兄であり、作曲のパートナーでもあるジョン・ホーンズビーと共に、ロサンゼルスに移り、20世紀フォックスで3年間に映画音楽の作曲に従事していた。ロサンゼルスでのホーンズビーは、スタジオミュージシャンとしても活動し、シーナ・イーストンのバンドとツアーに出るなどした後、 再び地元バージニア州に戻った。1984年、ホーンズビーは、ブルース・ホーンズビーザ・レインジを結成後、後に、彼のプロデュースを手掛けたり、彼の楽曲を取り上げたりすることになるヒューイ・ルイスと出会い、それが縁で、翌1985年に RCA レコードと契約した。ホーンズビー以外のバンドメンバーは、デイビッド・マンスフィールド、ジョージ・マリネリ、 ジョー・プエルタ、ジョン・モロ。ホームズ・ビーのレコーディングキャリアは彼の楽曲の中で最大のヒットとなったザ・ウェイ・ト・イズで始まった。この曲は1986年のアメリカ音楽チャートでトップに立った。疾走感がありながらも内省的なピアノリフトザッツ・ジャスト・ザ・ウェイ・ト・イズサムシングス・ウィル・ネバー・チェンジザッツ・ジャスト・ザ・ウェイ・ト・イズ バッドドンチュービリーブゼムという歌詞の繰り返しが受けた、この曲は公民権運動と根強い人種差別の一面を描き出した。また、この曲は一面で1980年代初頭から中盤にかけての経済不況に対する不満を囲っていたアメリカの大衆を刺激するものでもあった。その後この曲は2パック E-40 やメースなど6組以上の ラップアーティストにサンプリングされている。このシングルの世界的な成功を受けて、アルバム、The Way It Is は、マルチプラチナアルバムとなり、さらに収録曲の、マンドリン・レインが、トップ5に入るヒットとなったほか、エブリリトル・キスも好評だった。この他の収録曲も、一部で、バージニア・サウンドと呼ばれるようになる、南部の味わいを感じさせる、ロックジャズ。 ブルーグラスのミックスというスタイルを確立するのに貢献した。この勢いを買ったザレインジは1987年シンプリーレッドなどを抑えてグラミー賞最優秀新人賞を獲得したザレインジのサウンドは他のアーティストと比べて幾分特徴的であった一つにはホーンズビーのピアノソロにおけるシンコペーションの多様また ホームズビーのピアノは1980年代のポップスで一般的だったものに比べてより明るいサウンドであり、さらにザショーゴーズオン、ザロード、ノットテイクンといった曲で、ホームズビーのソロの間シンセサイザーをバックグラウンドで鳴らし続けるという点のほか、ジョン・モロのドラムがしばしば曲全体を通してループしていたという点がある。これは典型的なダブルタイムビートであり、 ホーンズビーや他のバンドメンバーがさらに多くのソロを入れる助けになった。ザレンジの2枚目のアルバム、シーンズフロムザサウスサイドは1988年に発表された。このアルバムからマンスフィールドに代わって、ピーター・ハリスが加入した。本作からは、ルックアウトエニーウィンド d やザバレーロードといった、さらに広がりのあるアレンジによって、ホーンズビーのピアノソロが、 さらに表現豊かになったと多くの批評家に称賛されたヒット曲が生まれた。ホーンズビーの友人であるヒューイ・ルイスに提供しナンバーワンヒットになった楽曲ジェイコブズ・ラダーのセルフカバーも収録されている。シーンズ・フロム・ザ・サウス・サイドはアルバムとしては成功し、再びアメリカ的なものや小さな街への教習をリスナーに呼び起こしたが、この後、 シングル中心になっていった音楽史上において本作はザ・レインジによる最後のヒットアルバムとなった。1988年、ホーンズビーはグレートフル・デッドと初めてステージで共演を果たした。これ以後、ザ・レインジの解散までホーンズビーはデッドと共演を続けていくことになる。当初はゲストとしての共演だったが、数年後にはツアーのレギュラーメンバーとなった。 1980年代後半から1990年代初頭にかけて、ホーンズビーは、デッドのプロデューサー及びサイドメンバーの役割を務め、また、ホーンズビー自身のアイドルであったレオン・ラッセルの復帰、第1弾アルバムもプロデュースしている。1989年、ホーンズビーは、ドン・ヘンリーのヒット曲、エンド・オブ・ジ・イノセンスをヘンリーと共作し、ピアノも担当した。 1991年には、ボニー・レットのヒット曲、夕映えの恋人たちのピアノを担当した。その後もホーンズビーは、この2曲を、自らのコンサートで披露している。この時期は、他にも、ボブ・ディラン、ロビー・ロバートソン、クロスビー、スティルスナッシュやスクイーズのアルバムに、ゲスト参加した。この時代、ホーンズビーは、次第に、ジャズや、 ブルーグラスの要素を自らの音楽に取り入れるようになり、まず、ライブパフォーマンスで、後に、スタジオでのレコーディングでも使うようになった。1989年、テルライド・ブルーグラス・フェスティバルに初出演。さらに、自身のヒット曲、ザ・バレーロードをカントリーバンドのニッティ・グリッティ・ダートバンドともに再演し、この曲は、翌1990年のグラミー賞。 最優秀ブルーグラスレコーディング賞を受賞した。1990年、ザ・レインジのアルバム、ナイト、オン・ザ・タウンを発表を。この作品では、ウェイン・ショーターや、チャーリー・ヘイデンといった、ジャズミュージシャンや、ブルーグラスの先駆者であるベラ・フレックと共演した。ホーンズビーのスタイルが変化してきたことが、明らかにわかるアルバムで、ジェリー・ガルシアのギターを全面に押し出すなど、 ロック色が強くなっており、とりわけ、ヒットシングル、アクロス・ザ・リバーなどで、これが顕著であった。コンサートでは、ザ・レインジは一曲の演奏時間を長くし、さらに多くの自由な音楽的やりとりを取り入れるようになった。このアルバムは批評家にも受けが良く、プロデュース、政治との関連性、凝り固まった、ポップミュージックを脱して、ジャズや、 ブルーグラスを取り入れたホーンズビーの姿勢が評価された。しかしながら、最終的には、ザ・レインジの核にある、ロックバンド的サウンドがホーンズビーの本当に、やりたかったことを妨げた形になり、1991年に行った3週間のツアーを最後に、ホーンズビーは、バンドを解散し、新たな段階へ進むことになった。バンドメンバーは、各自の音楽キャリアを求めて、 それぞれの道に進んだ。ドラムのジョン・モロは、その後も数年間、ホーンズビーと共演を続けたが、アザー・ワンズに、ホーンズビーと参加した後、フィル・レッシュのバンドのドラマーとなり、ホーンズビーとの共同作業は終了した。アコーディオンを演奏するホーンズビー。ニューヨーク・セントラル・パークにて1990年、レッドのキーボーディストであった、ブレント・ミッドランドの休止によって、 ホーンズビーは、ビンス・ウェルニックと共に、デッドのキーボーディストとなり、同年9月から1992年3月24日まで、デッドでピアノ及びアコーディオンを担当していた。この時期、ホーンズビーの音楽活動はほぼデッドのみに限られていたが、彼自身の音楽が目覚ましい発展を遂げたのもまた、この時期であった。批評家は、フォークやブルースを、 サイケデリックロックに緩く折り込んだり、長時間のジャムを行ったりするデッドの根強い伝統が、ポップスの本流という枠の中からさらに飛び出させたと、分析している。さらに、密接な音楽的関係が、ジェリー・ガルシアと、ホーンズ・ビーとの間に形成され、ジャズ的な即興性というホーンズ・ビーのいつものスタイルが、デッドの音楽性に加わり、これが、結果的にデッドにおける、 ガルシアのギターソロを蘇らせ、再び焦点を当てることを助けたという指摘もされている。ホーンズビーとガルシアとの友情は、デッドの内外を問わずに続き、他の数枚のアルバムやライブを通して対決することで、互いにミュージシャンとして技術を高めていった。結果的に、ホーンズビーはその音楽の多面性や自由なジャムに入ったり出たりできる能力によって、 長年のデッドファンにも支持を広げていった。ホームズ・ビーのオリジナル曲、ザ・バレーロードやスタンダー・オン・ザ・マウンテンは、デッドのコンサートでもたびたび演奏された。また、ホームズ・ビーも、デッドのライブアルバム、インフラレッド・ローゼス収録のシルバー・アップルズ・オブ・ザ・ムーンで即興演奏を披露している。彼のデッドとの関係は、1995年のデッド解散まで続き、 デッドのコンサートへの出演は100回以上を数えた。1990年代の初めから現在に至るまで、ホーンズビーのライブには、数多くのデッドヘッズが詰めかけるようになっている。これについて、ホーンズビー自身は、グレートフル、デッド時代からのファンのみんなは、とても好きだ。何しろ、彼らは結構冒険的な音楽リスナーだからねと、語っている。彼は、 デッド時代に敬意を表する意味で、自身のコンサートで、数多くのデッドの曲を演奏したり、スタジオアルバムや、ライブアルバムでオマージュを捧げている。1994年、デッドが、ロックの殿堂入りを果たした際、ホームズビーがプレゼンターを務めた。その後も、ホームズビーは、ボブ・ウィアーのバンド・ラット・ドッグ、ミッキー・ハートのソロプロジェクトや、2005年に開催された、 ジェリー・ガルシアの追悼コンサート、カムズ、A タイムへの出演など、デッド関連のプロジェクトに関わり続けている。ソロ名義、レコード・ホーンズビーは、初のソロ名義による、アルバム、ハーバー・ライツを1993年に発表した。このアルバムではさらにジャズへの思考を見せ、パッド・メセニー、ブランフォード・マルサリス、ジェリー・ガルシア、フィル・コリンズに、ボニー・レッドと、 一流のゲストミュージシャンが揃っていた。それまでのアルバムとは違って、本作は、ホーンズビー自身や、ゲストミュージシャンの長時間のインストゥルメンタルソロプレイが、曲から自然に流れ出てくるように図られたものであった。アルバム全体のトーンは、50秒間のソロピアノの後に、アップテンポなジャズナンバーへと展開し、 メセニーのギターで締めくくられる一曲目の表題曲によく表現されている。アルバムの最後はガルシアのギターソロにホーンズビーのピアノが絡むパスチャーズ・オブ・プレンティで幕となる。トーク・オブ・ザ・タウンではグレート・フル・デッドの曲ダーク・スターからの引用もされている。ミッドテンポなフィールズ・オブ・グレーはこのアルバムを制作する直前に ホーンズビーに生まれた双子の息子たちのために書かれ、ラジオでもよく流された。本作は、クールで、ジャジーなサウンド、アメリカ人の人生、愛、そして心の痛みが丁寧に描かれているとして、批評家やファンにも好評であった。この年、バルセロナオリンピックのために、マルサリスと共作した、バルセロナモナで、グラミー賞最優秀、ポップインストゥルメンタル賞を受賞。 ホームズビーにとって3度目のグラミー受賞であった。1995年、アルバム、ホットハウスを発表。ジャケットには、ブルーグラスの大御所ビル・モンローとジャズの重鎮、チャーリー・パーカーが、ジャムセッションを行っている姿を想像したイラストが、使用され、当時、ホームズビーが発展させていた、他ジャンルをミックスした、豊かな音楽スタイルの比喩となっている。このアルバムでは、 前作、ハーバー・ライツから続く、ジャズ・サウンドが展開されているが、ここでは、ナイト・オン・ザ・タウンや他アーティストとの共同作業からの、ブルー・グラスの風味が再び取り入れられている。それまでの作品にも、社会的な歌詞の曲があったように、本作でも配偶者間の殺人を歌った、カントリー・ドクター、原子力事故を取り上げた、ホットハウス・ボール、結婚式の日の不倫というテーマの、 白いホイールのリムジンなど曲自体はキャッチーながらその背後にあるメッセージは非常に暗いものが多かった。ゲストミュージシャンは以前の作品と同じくパッドメセニーやジミーハスリップなどが参加しておりベラ・フレックも再びバンジョーで加わっている。自分の曲をより発展させることに対するホーンズ・ビーのこだわりを証明するものとしてこのアルバムより5年前に 白いホイールのリムジンがすでにステージで演奏されているという事実が挙げられる。グレートフルレッドの1990年12月31日のニューイヤーコンサートでブランフォード・マルサリスが前座を務めた際、マルサリスとロブはサーマン、それにホーンズビーがこの曲を演奏したが、ホットハウスバージョンではホーンズビーのピアノの脇でメセニーのギターと フレックのバンジョーが複雑な掛け合いを厚く繰り広げている。また、タンゴキングでは、グレートフルデッドの曲、エスティメーテッド・プロフェットのブリッジ部分を引用し、新たな歌詞をつけて、デッド時代にオマージュを捧げている。このアルバムでは、ハーバーライツでトランペットを担当したジョン・ダースがさらに大きな役割を担っているほか、木管楽器のボビー・リードとベースの JV コリアーが、 新たに加わった。リードとコリアーは現在でも、ホーンズビーと共に活動している。この時期、彼のコンサートは、より緩やかで、和んだ雰囲気を持つようになり、聴衆からのリクエストを受けるようにもなった。ホーンズビーのコンサートは、アルバム曲が、長時間の自然発生的なメドレーに変貌するための、出発点となったのである。聴衆のリクエストを受けて、 ステージ上で進行を決定するようになったことによって、ホーンズビーのパフォーマンスは全く違うように見えるこれらの要素をより合わせる方法を見つけるための彼自身に対する挑戦とも言える機会になるようにもなってきた。ホーンズビーは次にいくつかのデッド再生に関わるプロジェクトに携わった。その中には、アザーワンズの結成、そして、 ライブアルバムのザ・ストレンジ・リメインも含まれていた。ジャック・ストローやナキ・ジェリー・ガルシアに代わり、ホーンズ・ビーがリードボーカルを取った、シュガーリーなどのかつてのデッドの曲を復活させる作業において、ホーンズ・ビーのピアノとボーカルは重要な位置を占めた。また、ホーンズ・ビーのオリジナル曲、白いホイールのリムジン、レインボーズ・キャディラックもアザー・ワンズで演奏された。 ホットハウスから3年後の1998年、ホーンズビーにとって初の2枚組アルバム、スピリットトレールを発表。ジャケット写真にホーンズビーの叔父のユーモラスな姿をあしらった。この作品はインストゥルメンタル曲に加えてロック、ジャズ、その他ホーンズビーがそれまで追い求めてきた音楽すべてが注ぎ込まれたものであった。スピリチュアルでほとんどゴスペルに近い。 プリーチャー・イン・ザ・リングパート 1&2 から、キャッチーなコード進行を見せる、サッド・ムーンまで、様々な素材でおられたタッペストリーのような作品である。サンフラワー・キャットでは、グレート・フル・デッドの曲、チャイナ・キャット・サンフラワーをサンプリングし、本作でもデッドへのオマージュを捧げている。スピリット・トレイルは、ホーンズ・ビー作品の中でも特に開墾の思いを強く、歌った歌詞が、多く、 極めて南部的なテーマの人種、宗教、裁きと寛容についての曲であり、これらの問題に対する取り組みを考えた作品である。ハーバーライツ、ホットハウス、スピリットトレールという流れを通じて、ホーンズビーのピアノ演奏は次第に複雑さを帯びるようになり、スピリットトレールのキングオブザヒルに見られるように、いくつもの音楽スタイルを束ね。 さらに難しい技術を取り入れるようになっていった。このソロアルバム時代に、ホームズビーは、キャリアの中で初めて、彼のソロピアノによるミニツアーを数本行った。これらの公演では、クラシック曲、ジャズのスタンダード、伝統的なブルーグラス、フォーク、フィドル曲といったジャンルを超えて、グレートフルデッドの曲、そしてもちろん自作曲の再アレンジ版を自在に、 行き来する演奏を見せたホーンズビー自身は、この集中的なソロパフォーマンスの期間について、ピアノの研究に、再び没頭することができ、自身の演奏が、全く新しいレベルに導かれ、バンド形式ではできなかったであろう、探索や、即興演奏が可能になったと振り返っている。ホーンズビーザノイズメーカーズホーンズビー自身も、 ツアーバンドメンバーは1998年から2000年にかけて大きく入れ替わった。中でも長年ホーンズビーバンドのドラマーとして活動してきたジョン・モロがフィル・レッシュのバンドフィル、レッシュフレンズに加入し、ホーンズビーとの活動を終了したことが大きい。この頃はライブに関して革新的な発展を遂げた時期であり、自身のバンドを率いて、 カリフォルニア州オークランドのジャズクラブで連続20公演を開催した。ホームズビーと彼のバンドは完全に自然発生的な調子で曲という曲を演じて回ることが可能であったのである。この時点から現在に至るまで、ホームズビーは公演前にセットリストを用意することすらしなくなり、代わりに聴衆からのリクエストによって演奏曲を選ぶというスタイルになっている。 ホーンズビーはそれまでと違ったタイプのサウンドを試そうとして、ギターのスティーブ・キモックや強いエフェクトが特徴の木管楽器奏者、ボビー・リードといったミュージシャンたちとの共演につながり、これが現在のバンドブルースホーンズビーザ・ノイズメーカーズを形成することになった。2000年、これらのライブから撮られた演奏をライブアルバム、ヒア・カム・ザ・ノイズメーカーズ、 ライブベストとしてまとめ、またさらにこの新たなバンドとともに長期間のツアーにも出た。ザノイズ・メーカーズのメンバーは、キーボード・オルガンのジョン、JT、トーマス、サクソフォン、木管楽器、フルートのボビー・リード、ベースの JV ・コリアー、ギター・マンドリンのダグ・デリー・ベリーと、数人の前任者から引き継いで聖ドラマーになった、サニー・エモリーである。 ソロパフォーマンスで観客のリクエストに応じて演奏する、ホーンズビー。2005年6月21日、メリーランド州ノースデセスダにて、ヒアカム・ザ・ノイズ・メーカーズは、ホーンズビーのコンサートの雰囲気をよく捉えているというだけでなく、彼の力強い気質や、それまで追い求めてきたシーンに、多様なスタイルを反映し、ライブパフォーマンスがあたかも完全な音楽的瞬間を、 求める旅のようになっている。このアルバムは、ジャムバンドのやり方の中にロック、ジャズ、クラシックを含んだスタイルを作り上げるというホーンズビーの強い意志が現れている。本作では、フルバンドという構成の中、完全に自然発生的な即興演奏や、ホーンズビーのソロによって、元の曲が何なのかわからないほどにまでアレンジが加わっているのが見て取れる。また、 ジョージ・ガーシュウィン、サミュエル・バーバー、ビル・エヴァンス、バド・パウエル、そしてボブ・ディランといった、ホーンズビーが影響を受けているアーティストの曲のカバーも収録されている。そして、デッドのレディ・ウィズ・ア・ファンやブラック・マディ・リバーといった曲も演奏し、その影響を直接的に認めているほか、デッドのワー・フラットからそのまま出てきたかのようなアレンジのザ・バレー・ロードも演奏している。 ホームズビーの次のスタジオアルバムは2002年のビッグスイングフェイスであった。これはホームズビーのキャリアの中でも最も実験的な作品であり、彼のアルバムの中で唯一全くピアノを弾いていない。ポストエレクトロニカのビートやドラムループ、プロツールズによる編集、密度の濃いシンセサイザーのアレンジが中心である。本作はまた、 意識の流れ的な言葉遊びを用いた、それまでの作品よりもエキセントリックかつユーモラスな歌詞を用いている。それまでのホーンズビーらしさが見えるのは、カートゥーンズキャンディでのフュージョンジャムや、スティーブ・キモックの長いギターソロにジャムバンドの影響が見られる、ザチル程度であり、逆に一曲目の、スティックスストーンズ。では、レディオヘッドの、エブリシング・イニッツ。 ライトプレイスにオマージュを捧げたりもしている。ビッグ、スイングフェイスは、新しい、進歩したブルース・ホーンズビーという賞賛から、誰か他の人物が歌っているようだ。2002年の変な、レコードナンバーワンという批判まで、気の放編様々であった。RCA の宣伝が不足していたこともあって、セールスはかんばしくなく、結果的に本作が、 同レーベルにおける最後の作品となった。2004年、ホーンズビーは19年在籍した RCA レコードを離れ、さらにアコースティックでピアノを中心に置いたアルバム、ハルシオンデイズをコロンビアレコードから発表し、批評家から純粋なホーンズビーと評価された。ゲストに、スティング、エルトン・ジョン、エリック・クラプトンを迎え、ゴナビー、サム・チェンジズ・メイド。 キャンディー・マウンテン・ラン、ドリームランド、そしてサーカス・オン・ザ・ムーンといったホームズ・ビーの即興演奏やノイズメーカーズのライブサウンドの多様性を示した収録曲はすぐにコンサートでの定番となった。一方でホームズ・ビーのソロピアノによる曲ホワット・ザ・ヘル・ハップンド、フーレイ・フォートム、エアー・ゴードンはランディ・ニューマンの作品のようとも評された。本作はビッグ、 スイングフェースに比べれば、さほどリスクを犯した作品ではなかったが、彼らしい曲と冒険的な面の絶妙なバランスと評価された。本作発表後のノイズメーカーズとのツアーを呼び、ホーンズビー自身のソロツアーでは、歌手、演奏家として成長すること、ピアノという楽器の可能性を、あらゆるジャンルで広げることへの欲求を見せた。この時期には、 デジタルリマスターしたライブ録音を CD のボックスセットやウェブサイトからのダウンロードによって提供することも始めた。サイトブルース・ホーン・スビーライブでは2002年より一部のライブ音源がダウンロードできるようになっている。2006年7月 CD4 枚組に DVD を加えたボックスセットインターセクションズを発売。内容はトップ90タイムソロピアノ トリビュートレコーズ、カントリー、ブルーグラス、ムービースコアーズ、バイリクエストの3パートに分かれており、収録曲の3分の1は、未発表の音源、その他も大部分が、シングルの B 面曲やターアーティストとの共演作、映画サウンドトラックの曲である。この中で特筆すべきものとして、サックス奏者、オーネット・コールマンとのデュエット、ロジャー・ウォーターズと共演したピンク・フロイドの、 コインフォタブリーナムがある。このボックスセットはまた、ホーンズビーの自作曲を再アレンジする能力の高さ、とりわけライブ時のそれがよくわかるものでもあり、例えば、ザバレーロードは、ブルージーなファンク調のノイズメーカーズライブバージョン、ニッティグリッティダートバンドによる、グラミー賞を受賞した、ブルーグラスバージョン、そしてゆるい、感じながらもグルーブのある武器の、 グレートフルデッドバージョンと3つの異なるバージョンが収録されている。この他、2007年のグラミー賞最優秀、ポップインストゥルメンタル賞にノミネートされた曲、ソング H も収録されている。2006年のソロピアノツアーのチケット購入者には、漏れなくこのボックスセットが配られた。批評家は、ホーンズビーの異なるジャンルをまとめ上げる力や、 彼自身の楽曲を違った形で再構成しようとする熱意が多くの人にとって未だかつて聴いたことがないであろうタイプの音楽さもなくば他に誰も作らないようなタイプの音楽を作り出していると分析している最近のコンサートではクラシック曲を演奏する試みも始めている2007年のミズーリ州セントルイスでのコンサートではザ・ウェイ・イット・イズの中に ヨハンゼバスティアンバッハのゴルトベルク変奏曲をドラムの伴奏付きで盛り込むという一幕もあった。同じツアーでは他の公演でゴナビー、サムチェンジズメイドのイントロのドラムに被せる形でゴルトベルク変奏曲を5曲連続で演奏した。2007年、ホーンズビーは2つの新しいプロジェクトを立ち上げ、それぞれで新しいアルバムを発表した。 ホーンズビートリッキー・スキャッグスは2000年に発表されたビル・モンローのブルーグラス・トリビュート・アルバムビッグ・マン収録のダーリン・コリーで共演して以来共同でプロジェクトを立ち上げることを話し合ってきたそして2007年3月スキャッグスのバンドケンタッキー・サンダーをバックに二人によるブルーグラス・アルバムリッキー・スキャッグスブルース・ホーンズビーを発表し 共同でのツアーも設定された。このリッキー・スキャッグスブルース・ホーンズビーはブルーグラスとトラディショナルなカントリーを掛け合わせトラディショナルのアクロス・ザ・ロッキー・マウンテンやヒルズ・オブ・メキシコからユーモラスなアイスクリーム・ドロボーの話である一曲目のザ・ドレッデ・ド・スプーンなどの新曲までホーンズビーのジャズピアノをちょっぴりそしてユーモアのセンスを展開している。 二人はまた、ホーンズビーのヒット曲、マンドリン・レインを、マイナーキーのアコースティックバラードにアレンジしたり、ナイト・オン・ザ・タウンを取り上げたりもしている。アルバムの最後は、リック・ジェームスによるファンクのヒット曲、スーパー・フリークの、ブルーグラスアレンジで締めくくられる。本作は発売後から数週間、ビルボード・ブルーグラスチャートのトップに立っていた。トラディショナルなブルーグラスという分野における、 ピアノの役割を再発見したホーンズビーによって、弦楽器中心のブルーグラスに、ピアノは合わないという意見が間違いであることが、証明され、批評家からは、彼の演奏や曲作りが、ブレておらず、焦点が合っていて、死さに富むと評価された。このブルーグラスプロジェクトと同時に、ホーンズビーはザ・ブルース・ホーンズビートリオを結成し、ジャズアルバム、キャンプミーティングを制作した。 トリオの他のメンバーは、揃って、ジャズの巨匠であるベースのクリスチャン・マクブライドとドラムのジャック・ディジョネットである。アルバムには、ホーンズビーによる楽曲に加え、ジョン・コルトレーン、マイルス・デービス、セロニアス・モンク、バド・パウエルらのカバー、オーネット・コールマンによる、ミロクオンの曲、クエスチョンズ・アンサーズ、さらにキース・ジャレットの初期の曲、デス・ザ・フラワーが収録されている。 トリオは2007年の夏、プレイボーイジャズフェスティバル、ニューポートジャズフェスティバル、ハリウッドボールなど、数々のステージに登場した。2007年を通じ、ホーンズビーは、歴史上に残るコンサートに出演を続けた。1月4日、女性初のアメリカ合衆国会議長となった、ナンシー・ペロシの資金集めパーティで、グレートフルデッドの元メンバーであるボブ・ウィアー、ビル・クロイツ・マント、 ミッキーハートが再び集まり、ホーンズビー、マイク・ゴードン、ウォーレン・ヘインズと共に、ユアハウスバンドの名前で、トラッキンや、タッチ・オブ・グレーといったデッドの曲を演奏した。このイベントには、他に、トニー・ベネット、ワイク・リフ・ジョンや、キャロル・キングラが出席していた。またアメリカ建国400周年にあたる5月12日には、ブルース・ホーンズビーザ・ノイズ・メーカーズとして、 バージニア州、ジェームズタウンで、ロック、R ・アール・アンド・ビー、プログレッシブ・ブルー・グラスのライブを開催し、リッキー・スキャッグスとケンタッキー・サンダーのほか、チャカ・カーンなどのグラミー賞受賞者仲間たちも参加した。ホームズ・ビーはまた、SCKBSTD と題した、ブロードウェイミュージカルの作曲も手がけた。これは不動産業界の大物ドナルド・トランプの伝記を、面白おかしく描いたもので、 その中の一曲、ザ・ドーノブ・ドンズは2007年前半のソロ公演で早くも披露された。また2009年、スパイクリーが監督した NBA 選手、コービー・ブライアントのドキュメンタリー、コーベ・ドゥ・イン・ワークの音楽も担当した。2014年には、パッド・メセニー・ユニティグループのツアーの一部公演に参加した。ホームズ・ビーは現在、 スタインウェイサンズのコンサートグランドピアノを使用している。このピアノは1995年にヨーロッパでのソロツアーの際、スイスチューリッヒで購入したものである。それ以前はザレインジ時代からボールドウィンのコンサートグランドピアノを使っていた。シンセサイザーはコルグ M1 を使っている。ザレインジ時代はオーバーハイム OBX シンセサイザーのユーザーであった。 スタインウェイは自社の新たなリミテッドエディションシグネチャーピアノシリーズでホーンズビーを起用すると発表した。スタインウェイのモデル B グランドピアノから10台が選ばれてこのコレクションに加えられ、10台にはそれぞれにホーンズビーのサインが入る。ホーンズビー自身は同社のモデル D グランドピアノを3台所有している。音楽以外の面ではホーンズビーは バスケットボールの熱心なファンであり、また、自らも、大学時代からプレーしている。このため、バージニア州での大学バスケットボールの試合に足を運んでいる姿が、しばしば目撃されている。また、メジャーリーグベースボールのセントルイスカージナルスで、監督を務めていたトニーラ・ルーサとは、個人的な友人であり、時間があれば、セントルイスでの試合を観戦に訪れる。 ブルース・ホーンズビートリオを組んだクリスチャン・マクブライドを最初にホーンズビーに紹介したのもラルーサである。2009年制作の映画ディア・ダディ・ウソツキトーさんの秘密ではロビン・ウィリアムズ演じる主人公がホーンズビーのファンという設定がされた。この映画にはホーンズビー自身も仮面を出演している。母校であるマイアミ大学の音楽学部に奨学金を提供し、 学生が、ジャンルの枠を超えた曲作りを学ぶのを支援しているほか、地元ウィリアムズバーグの FM ラジオ放送局、ザ・タイドの共同オーナーでもある。ホームズビーは、クリスチャンサイエンスの家庭で育ち、その影響がいくつかの曲にも現れている。しかし、彼は、高校以後はほとんど教会に通っておらず、現在の信仰については、詳細がわかっていない。ホームズーは、 現在も、家族と共に、ウィリアムズバーグの郊外で暮らしている。ラッセルとキースという名前の二人の息子がおり、これは、レオン・ラッセルとキース・ジャレットにちなんだものである。おいの R.S. ホーンズ B もミュージシャンで、ノイズメーカーズのレコーディングなどに参加したこともある、ギタリストであったが、2009年1月15日に、交通事故により28歳で死去した。ありがとうございます。